こんにちは。天売アカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン、ホリデー販売の、えー、基準のお知らせメールが届いていると思いますで。その基準そのものはね、えー、FBA を使っている限りは関係ないんで、まあ、あんまり気にする必要はないんですけど、まあ、ただ、ホリデー期間中、ねえー、今年初めてアマゾンが参加すると。そうなるとね、えー、自己発送の人結構いますんで、えー、発送 ね、したのに、えー、期日通り到着しないという可能性が高くなるんで、まあ、高額品とかね、えー、仕入れのリスクあるものを自己発送で、まあ、売ってる方もいらっしゃると思うんですけど、えー、もう、えー、無事、年が明けるまでは、えー、自己発送はストップしてください。えー、これね、えー、売れたと思って喜んで自己発送して、到着遅いとね、ね、えー、クレームついたり返品受けたらね、えー、カート取得にも悪影響を及ぼしますしまあ、 えー、当然返品食らって儲かるわけもないんで、えー、もう、えー、自己発想はストップした方がいいです。でちなみに Amazon から届いているメールは、こんなタイトル、ね。ホリデーセリングガイドラインフォートイアンズゲームスカテゴリーという、ねえー、ゲームカテゴリーとおもちゃのガイドラインです。で英語でベラベラ書いてありますけど、えー、訳すと。 11月13日から、えー、来年の1月5日までの間に、えー、おもちゃとゲームカテゴリーで販売する資格がある出品者、ね、25件以上の注文があってキャンセル率が1.75%以下で発送遅延率が4%より小さいこと、ね、注文不良率が1%より小さいことと、ね、書いてありますけどこれ自己発送の人の場合ですアマゾン FBA でフィルフィメントを使用する場合は上記の記事の対象となりません なりませんですかつまり今 FBA 納品できてるならホリデー期間中も納品できます。だからね、この基準がどうこうっていうのは FBA 使ってる人は気にする必要ないです。ただし、えー、自己発送で、ね、送るのは荷物が増えて発送が遅れると到着が遅れるという可能性が多分にあるんで、えー、ストップしてください。自己発送してて これ止めなきゃいけませんかとね疑問に思ったり念のため確認しておきたいというのがあったらねまたお気軽にご質問ください以上天ーアカデミー堀秀夫でした